豊中市介護保険事業者連絡会の中井と申します。亀井と申します。今回は認知症に役立つ福祉用具をご紹介いたします。福祉用具のご紹介にあたり、認知症について少しご説明させていただきます。徘徊とは目的もなく、ただ歩き回ることとされています。確かに認知症の人がそのように見える行動をされることがあります。身体拘束が身体的な虐待にあたることから、周囲の人々は転倒や道迷いなどが心配になるでしょうが、ご本人にとっては理由も目的もあるため、基本的にそれを止めるのは困難です。徘徊の動機や原因としては次のようなことが想定されます。一つ目に、道に迷って道順や目印を忘れる記憶障害や、自分のいる場所がわからなくなる見当識障害があると、慣れているはずの場所でも道に迷うことがあり、そのまま迷い続けると徘徊とみなされてしまうことがあります。また屋内でもトイレに行くなどの目的があるのに場所が分からず迷い続けることもあります。二つ目に、帰宅しようとして見当識障害により自宅という認識が持てず、帰宅しようとすることで徘徊とみなされることがあります。また記憶障害により自己認識が若返り、親が待つ家や昔住んでいた家に帰ろうとすることもあります。当然街並みも全く違うので迷い続け徘徊とされます。三つ目に、なぜここにいるのか忘れて病院の待合室やデイサービスなどの外出先で記憶障害によりなぜここにいるのかを忘れ、なんとか現状を理解しようと外に出てしまったり、どこだか理解するために模索しようとした結果徘徊とされることがあります。4つ目、過去の習慣の再現として、定年退職した会社に出社しようとしたり、幼い子供がいる認識となり子供を迎えに行こうとするなど、記憶障害で現状を忘れ過去に習慣として行っていた外出をしようとして徘徊とされることがあります。5つ目、居場所を探して家族や知人の顔が認識できず見知らぬ人がいると思い不安になったり、置かれている環境やそこでの介護に不満があったりすると感情が抑制できず衝動的に外出につながることがあります。本人にとってはより心地よい場所を探している状態です。6つ目、症状の一つとして前頭葉や側頭葉が萎縮して起こる前頭側頭型認知症では、同じ行動を繰り返す常動行動という症状が見られる場合があります。その症状で同じところを目的なく行き来する場合もあり、結果として徘徊とされる場合もあります。またレビー小体型認知症では幻視が生じ、不安な幻視から逃れようとする行動が徘徊とされることもあります。それでは室外用の GPS タイプの福祉用具をご紹介いたします。こちらはいつもという GPS を靴に内蔵させるタイプの徘徊感知器です。 GPS を取り付ける箇所は自由ですが、今回は靴に取り付ける方法をご紹介いたします。靴に取り付ける方法は2パターンあります。専用の靴に忍ばせるタイプ、普段履かれる靴に取り付けるタイプ。
操作方法についてご説明いたします。お持ちのスマートフォンもしくはタブレットやパソコンでお使いいただけます。さまざまな機能がありますが、主に活用される2つの機能をご紹介いたします。まず1つ目が位置を探す機能です。実際に探してみましょう。このように地図上で現在地を探すことができます。2つ目がブザーを鳴らす機能です。実際に鳴らしてみましょう。このように付近まで来た際にどこにいるのかを音で特定し、早期に発見ができます。続きまして、屋内用をご紹介いたします。実際にどのような製品かを見てみましょう。徘徊感知器といいます。一つ目はマットタイプのものをご紹介いたします。玄関やベッドの横に置いていただき、踏むと手元のベルが鳴ります。最大100メーターまで届きますが、基本的には屋内でのご利用となっています。これにより、同居されている方がいち早く察知し、対応することができます。続きまして、センサータイプのものをご紹介いたします。玄関や居室の入り口上部に取り付け、人が通るとセンサーが反応し、ベルが鳴ります。これにより、外出による徘徊を未然に防ぐことができ、事故防止につながります。一部ではありますが、認知症介護に役に立つ福祉用具のご紹介をさせていただきました。気になる方は、お近くの地域包括支援センターさんやケアマネージャーさんにお問い合わせください。どうもありがとうございました。